幻聴肺、幻聴肺、幻聴肺は動物の発生の段階の一つの名である。肺肺の後にあたり、脊作動物ではこれに続く段階は神経肺である。幻聴が形成される段階にあたり、肺用の文化が見られるなど、発生の上で特に重要な時期の一つである。動物の発生では、まず卵葛の進行によって卵葛空が形成され、肺肺期となる。 その後、胞廃における細胞層の一部が卵活空の内部に入り込む形で新たな袋状の構造が形成され、これが幻聴となり、それによって生じる口が腹口である。そのような変化が起きる間の時期を幻聴廃棄と呼んでいる。脳肺とも呼ばれる。幻聴肺に続く段階として、脊作動物では神経廃棄があるが、それ以外の動物では、 このような発生の段階としての一般的な名を与えられたものはなく、普通は陽性の名を与えられている。つまり、構成動物はこの時期までの発生をほぼ共有している。なお、ウニの場合、幻聴廃棄はプリズム陽性とも呼ばれる。幻聴廃棄は発生の段階では極めて大きな転機となっている。発生はこの段階までは、 それぞれの細胞がそのままの位置で分裂するだけであったが、この時期からは細胞間での移動が激しくなり、肺は単純な細胞の集合体から一転して構造を持つに至り、その結果として体軸がほぼ決定する。特に重要なのは、現状の形成および肺用の分化である。また、新体行動物では体構の分化もほぼこの時期である。ウニの場合、 放廃期に負荷が行われるので、県庁廃の時期は遊泳する陽性の段階となる。ただし外見的にはやや三角っぽくなる程度で、特別に目立った形は取らない。動きはまず、植物局側で始まる。そのほぼ中央に当たる部分の細胞が卵葛空に潜り込むように入り込み、その周辺の細胞もそれについて入り込み、卵葛空の内部に袋を作る。ちょうど、 ソフトテニスのボールを指先で押して、その壁を内部に押し込んだような形である。この時指の入っているところ、及びその周りのゴム層が幻聴、指の突っ込まれているところが腹口である。これと前後して、外側の細胞層から若干の細胞が卵活口内に入り込み、小さな集団を作る。これは感重式と呼ばれ、次第に骨片を作り始める。また、 幻聴の側面からは、左右一体の隆起が乱活口内に向かって生じ、これはその基部で切り離され、後にまた以降の主要な部分に発達する。ウニにおける幻聴肺の形成は、この時期の一つの典型とされ、また分かりやすいものであるが、実際には様々な動物群でかなり異なった方が見られる。貫入による幻聴の形成では、 植物局側の細胞層の潜り込みと動物局側の細胞層による覆いかぶせが起こっている。その様子は様々である。この両方が見られるのが赤作動物のパターンの基本である。ナメクジウオではやや植物局側の細胞が大きい程度であるが、原口は植物局側過端ではなくやや横に近い位置から始まり、現聴の壁は下側は 植物局側の細胞層で、上側はやや動物局側の細胞層から形成され、剣長の軸はほぼ生体の体軸にあたる。両生類ではさらに卵黄の量が多いので、動物局側の細胞による覆いかぶせ運動がより、顕著だが、その方は、基本的にナメクジウオのそれと同じと見てよい。中には全く貫入運動を伴わずに剣長が、形成される例もある。 およそ次の二つの形がある。幻聴がはっきりと形成されない例もある。司法動物の一部では、卵葛を通じてその内側に空洞が生じない例があり、これを中耳放配という。それが内外の細胞に分かれる形で、複数層の細胞層を持つに至ると、内部に幻聴の構造を持たないものが出来上がる。後にその内部の細胞分裂によって、 改めて幻聴が形成される。元来は幻聴が存在したのであろうが、変形によって見えなくなったとおぼしき例もある。脊椎動物の葉膜類がそれである。幻聴の形成では、細胞群の大きな移動が起きるため、様々な細胞の運動が起きている。ウニの場合、幻聴管入の最先端にあたる、植物局側の細胞乱滑口内に入り込んで、そこに、 感重式を形成する。幻聴感入前にも感重式ができるが、これらを区別するために、最初のものを第一次感重式、幻聴の先端から生じるものを第二次感重式というが、これが、座官に変形し、糸状の加速を出していることが古くから知られてきた。この加速は、幻聴の先端に面する、外汎用の内面まで届き、これを引き込むように働くとされる。ただし、 幻聴の貫入に関してこれが主な力になっているわけではなく、幻聴壁自体の変形運動も大きく関与するらしい。両生類の場合、幻聴貫入の際に最初に動き始める腹口配信部の細胞がまず内部に潜り込み、その際に内側で膨らみ、外に向けて細くなる瓶型になることが知られており、これを瓶形細胞という。瓶形細胞は、 貫入してゆく幻腸の先端にあって、これが幻腸形成運動の主力となっているとされる。幻腸廃棄は幻腸の形成と同時、あるいはその後に廃用が分化する。基本的には幻腸の壁がない廃用、外側に残った細胞層が外廃葉となるから、この二つの分化が最低限は起こっている。この両者の間に発達するのが中廃用であるが、 その生じ方は様々である。大まかに言って、それ以外の細胞層から卵活口内に有利した細胞が成長増殖して形成される場合と、幻腸の壁の一部が区分されて卵活口内で発達する場合がある。それらが真対抗を形成する場合、前者を列対抗後者を超対抗といい、それぞれ前口動物と後口動物に見られるもの。 との判断もあったが、実際にはかなり錯綜している。前者の典型は、関係動物に見られ、そこでは、幻腸の貫入の際に2個の大きな細胞が出現し、これが中胚葉を形成する元になる。この細胞を単細胞という。後者の例では、ウニでは、幻腸の一部が卵葛口内に入り込んで区切れ、これは、 水管系などに発達するので、いわゆる超体光であるが、環重式の名で呼ばれる部分はここに、卵葛孔内に入り込んだ細胞に寄し、これは骨格などを形成する。幻腸肺は、その構造として、外肺葉と内肺葉を中心として形作られ、消化管の源の始めとしての幻腸は、腹口というただ一つの出入り口だけを持つ。 これを司法動物の体制に相当すると見たのが、ヘッケルによる動物の系統論である。つまり、動物の進化の初期に、まず中空で外側に専門を持つ細胞層が並んだのが多細胞動物の始めであり、その細胞群の一部が内部に潜り込んで消化管の元を作ったのが、構成動物の進化の最初であったとするのである。それ以外の動物群では、 消化管が通り抜けになるから、これは腹口の反対側に新たな開口ができることになるが、それが口になるか肛門になるかは軍によって異なるため、この二つが大きな別個の系統を形成するとする。ただし異論は多い。何しろ証拠の少ない分野の論理なので諸説あるのは当然であるが、発生の面からは中軸崩壊の例が問題となる。 ははこれをヘッケルへの反論の理由の一つに挙げ、まず中身な多細胞動物が生まれたと説いた。彼の説は常に主流とならず、ヘッケルの説が支持されてきたが、ヘッケル支持層からも、むしろ中軸法廃にあたる動物を出発点に考えるべきとの修正案が何度か提出されている。そのあたりの逃避には議論も多いが、少なくとも構成動物全般において、 発生の過程においておおむね幻聴肺までを共有している。幻聴肺期の終わりには、個々の細胞は特に分化した姿にはなっていないが、すでに分化の方向は決定していることが知られている。シュペーマンは、イモリの幻聴肺初期と後期に、肺の予定表皮期と予知神経域の間で交換移植実験を行い、初期には移植先に合わせて分化するのに対して、後期では、 移植元の予定運命に合わせて文化が起こることを見出し、この間に文化の方向が決定づけられることを示した。彼はこれが原口配信部の誘導によることを明らかにした。なお、中汎用そのものも誘導によって分化することが知られており、これは中汎用誘導と呼ばれる。両生類の場合、これは植物局側の細胞によって動物局側が誘導を受け、 その時期は、幻聴灰以前の放灰期であるらしい。上記のように、脊索動物においては、この時期の後に、神経管が、背面から入り込む変化が大きく、この時期を神経灰と呼んでいる。それ以外の動物では、このような一般的な名称を与えられている段はなく、それぞれの群で、独特の養成期に突入する。つまり、多くの群に共通するような普遍的な形はなく、 個々の群においてその体の構造が完成していく。その意味では、神経肺にしても、積作動物の中での一般的な形に過ぎない。そこで生じる変化にしても、肺面側の外肺葉がその位置で潜り込むだけであり、現聴肺器のような肺の内部構造が全面的に書き換わるような変化は起こらず、それぞれの部分において具体的な各器官が形を明らかにし、 次第に完成に向かうような変化であり、それらは、形態形成、器官形成と呼ばれる。なお、無脊椎動物にも、神経肺の合を当てる例もある。当然ながら構造は全く異なる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。